王道をほぼ鎮圧した。お前も逃がさん。そこに呪い、そこに呪い、効果で消えていく呪い、そこよ呪い、しまった、危ない、効果で消えていきません。そこよ呪い、ジャンプ、そこよ、やれやれ。囚人たちはもう時間がない。この塔から外周道に出るわよ。道が崩れてしまっている。これではロープも役には。まさか、いくらあなたでも。あの子が落とされた祠ほどじゃない。あなたはこれほど。強いのですね。まるで制約のよう。自身の言動に枷をかけて特別な力を得る儀式のことです。厳しい枷で縛るほど強い力が手に入る。その誓いはある意味呪いね。それをかけたのあんたたちでしょう。分かっています。だからこそあなたを。準備はいいわね。そこよ呪い、かぶった、そこよ呪い、効果的、邪魔よ、ついや、わざわざやれやれ。このまま進むと表の港に出てしまいますが。侵入を察知された以上、あんたの船は見つかったと考えるべき。ここは裏をかいて表を抜く。港はこの先ね。そこまでだ。オスカー、一等大魔士がこの島に派遣されていたなんて。驚いたよ、シアリーズ。君が賊に協力していたとは。まさかアルトリウス様の命なのか。いいえ、私の意志です。精霊が意志とはね。どうやら君を操っている者がいるようだ。待ってください。一等大魔士は二等とは格が違います。もう小細工は聞かない。第一、こいつに勝てないなら先に進んでも意味がないわ。ゴーマとはいえ女性、礼は尽くさせてもらうよ。我が名はミッドガンド聖堂王国聖領一等大魔士オスカードラゴニア。そちらは無礼なゴーマと覚えておこう。アルトリウス様より授かるし、我が大魔の剣受けられるか。タイガーファング、アルトリクリッ、そこに行く、ダイヤモンドブラスト、光に
手ごわいな。精霊の一味隊は潰す覚悟がいるか。なんということ！非常の戦いは非常をもって制すべし。それがあんたたちの断りよね。いけない！精霊がゴーマ病に制御が。私の体には命を捧げることを枷にした制約がかかっています。私を喰らって力を手に入れてください。前に進むための力を。どうして？私の心にもあるのです。あなたと同じ消したくても消えない炎が。あ、これはラフィーの。だから許せない。いてついた世界も人も結構面倒な女なのですよ。早く私の命が尽きないうちに。礼も謝罪も言わないから。必要ありません。私の望みも同じですから。大好きだったあなたたちとアーサーと過ごしたあの日々が。
何が起こっている？どけ、さもないと。お前も食らう！そこだ！食らい尽くす！行くわよ！そこだ！食らった力を打ち返した！こんなゴーマがいるのか！そこよ！そこよ！呪い！そこだ！食らい尽くす！とどめ！バランススライド！呪い！そこよ！呪い！そこよ、とどめ、バランススライド。そこよ、そこよ。そこよ、呪い。そこだ、食らい尽くす。とどめ、バランススライド。そこよ。悪く思うな。お前のような強力なゴーマを世に放つわけにはいかない。ベルベットよ、私の名前アルトリウスに告げなさい。私はベルベット食らう。ゴーマも精霊もタイマシも食らい尽くす。最悪のクーマだ。うわは死ぬかと思ったわい。お前は突然来て俺におぶさってただけだろ。おう、お前は、お前のおかげでゴーランを見つけられた。俺は六郎蘭月。これは俺の命の太刀なんだ。この恩は必ず返す。挨拶は後じゃ。急いで逃げんと囚人どもはほとんど制圧されたようじゃぞ。港はこの先よ。手伝って。ご機嫌斜めじゃよ。こりゃ概要はもっと荒れるぞ。船に詳しいの？いや、ほと火事の基本を知っているくらいだが。贅沢は言えないわね。頼むわよ。素人だけで船を出す気か？わかった。これもゴーランの礼だ。言ってもな、こんな天気じゃすぐに方角もわからなくなるぞ。わかるわよ。船には羅針盤ってものがあるんだから。牢の肥やしか魚の餌か、ま、どうでもいいかな。待ってるぞ、アルトリウス。
ないです。セール、下がって呪そこだ、食らい尽くせ、逃しはしない、インフェルノブルー、その程度で、そこや、呪いそこだ、食らい尽くせ、そこや、とどめ、わーゴーマを食らうとは、なんともエグいやつじゃのう。すまん、武器があれば力になれたんだが。背負ってるでしょ。いや、これは使えん。話すと長くなるんだが。さっきの子は？なんか怖いのがピューっと逃げていったわ。逃げていいわよ、あんたたちも。まだ恩を返していない。受けた恩は返すのが俺の心情だ。逃げるにしてもここがどこか確かめんと。わしらは哀れな遭難者じゃろ。それならこんなものが落ちていたぞ。地図、さっきの子が落としていったのか。どうやらここはノースガンド領らしいな。ノースガンド領、つまり船を修理しないとミッドガンド領にあるオートには行けないってことか。ローグレスにどんな用があるんだ。脱獄してでも行きたいようだな。ヘプシャー、立ち話はあとじゃ。どこかに温かいスープと心温まる小話はないかの。近くにヘラビーサという町があるはずだ。小話は知らんが、飯も船大工もそこで探せるだろう。やれやれね。行くわよ。そこだ、食らい尽くす、とどめ、ラバティレイブ、呪いそこや、呪い効果陣、そこだ、食らい尽くす、とどめ、ラバティレイブ、呪いクリア、そこや、呪いクリア、呪い、やれやれね。行くわよ。そこだ、食らい尽くす、逃しはしない、インフェルノブルー、そこだ、食らい尽くす、呪い、その手、逃しはしない、インフェルノブルー、やれやれね。行くわよ。そこだ、食らい尽くす、逃しはしない、インフェルノブルー、そこだ、やれやれね。行くわよ。そこだ、食らい尽くす、とどめ、ラファティレイブ、
やれやれね。行くわよ。そこだ。食らい尽くせ。とどめ。ラパティレイブン。そこよ。そこよ。そこよ。そこだ。食らい尽くせ。呪い。とどめ。ラパティレイブン。やれやれ。行くわよ。そこだ。食らい尽くせ。逃しはしない。インフェルノブルー。ふっ、そこだ。邪魔よ。ふっ、やれやれ。行くわよ。そこだ。食らい尽くせ。逃しはしない。インフェルノブルー。ふっ、やれやれ。シャバはいいな。体を自由に動かせる。六郎や、お主は何故囚われておったんじゃ。家のしがらみでいろいろあってな。ふふん、のんきに恩返しをしとっていいのかい。借りたものは返す。それがランゲス家の教えなんだよ。なかなかお行儀のいい家族じゃな。長く捕まってたの。3年ほどかな。だから今の世界がどうなってるかはよく知らん。わしもじゃよ。精霊とかいう術を使う奴らがおるとはびっくりじゃ。まじないと呪いは魔女の千倍特許じゃのに、営業妨害も甚だしいわ。お前の捕まった理由って。うん、インチキ魔女じゃってしょっぴかれたんじゃ。身内のひどい裏切りにあっての。聞きたいか。聞くも涙、語るも笑顔の物語。興味ない。やれやれ。行くわよ。そこだ。食らい尽くせ。逃しはしない。インフェルノブルー。ふっ、そこよ。やれやれ。さっきの坊と知り合いなのかい。何やら呼びかけておったら。別に。精霊に知り合いなんていないわ。もう。もう。な。何。何もまぎもないが、あの坊は変わっておったの。確かにな。命令もないのに回復術でゴーマを助けやがった。おまけに羅針盤を盗んでいきよった。大魔師に従う精霊のくせに我欲のあるやつじゃわ。まあ、こっちもあいつの地図をいただいちまったけどな。いやはや、悪党ばかりじゃな。うん、まったくだな。ちょい、そういうボケ。そうなのか。脱獄衆がいい気なものね。Thank you.
また妙なのが出た。喋る猫、化け猫ゴーマか。おお、こやつは猫人じゃ。久しぶりに見たわ。猫人？猫でもゴーマでもないのか。まあな、広い意味で精霊の一種と言っていいような悪いような謎の生き物じゃよ。なるほど、よくわからんやつなのはわかった。あなたは猫にスピリッツを持っているにゃ。これのことにゃ。それは監獄島で拾った。それにゃ、それは私たちの魂的なもの。猫にスピリッツ、略して子にピリッツにゃ。逆に言いにくい。じゃあ猫スピでいいにゃ。3年前の夜、大宴会で盛り上がりすぎて体から抜け出てしまったのにゃ。どうか猫スピを使って仲間をニャルベージしてくださいにゃ。ニャルベージってなんだ。猫人ボックスに封印された猫人を猫スピで解放することにゃ。これがサルベージ、これは犬ベージ、そしてうん、助かったにゃ。これがニャルベージにゃ。その理屈なら猫ベージでしょ。おお、その引っ掛け、いや引っ掛けに気づくとはやはりただものではないにゃ。お願いにゃ、猫スピは世界中に飛び散って大勢の猫人が封印されちゃってるのにゃ。どうか猫スピを集めて仲間たちを救い出してほしいのにゃ。助ける義理なんてないわ。そこをにゃんとか。猫人は不思議な力を持った一族じゃ。菓子を作るといい方があるやもしれんぞ。それなりにお礼はしますにゃ。無下にするとたたるとも言うしの。場合によっては呪うにゃ。これも何かの縁だ。旅のついでにやってやろうぜ。ち、あくまでついでよ。届いとらんはずじゃが。俺たちの風邸では入れてくれそうにないな。さっきごめんなさい。これ盗むつもりじゃなかったけど。羅針盤。いいのか、あやつ
大魔師の配下かもしれんぞ。後を追うわよ。食後のデザートか、必要なら。この道を進んでいったはずだ。倉庫。この匂いは塩石じゃな。塩石？別名メルキオナイトとも言う。ノースガンド領だけで取れるレアな鉱物じゃ。硫黄と混ぜれば爆薬に、油と合わせれば燃料になる。物騒なものね。本当なら疑うのは自由じゃよ。あの少年には逃げられたか。とにかく町には入れた。船関係の組合に行ってみよう。これだけの倉庫があるならその手の組織が荷や船大工も仕切ってるはずだ。できれば航海士も欲しい。それは激しく進めるぞ。次も漂着で済むとは限らんからの。武器も探そう。そうすれば俺も助太刀できる。だから背中の。いや、それは断る。僕は大きくなったらタイマシになるんだ。私もパパやママを守ってあげるの。違うぞ。タイマシはゴーマから世界を守る戦士なんだ。パパとかママとかじゃなくてみんなを守らなきゃいけないんだぞ。そんなの難しいよ。そう、そういう難しいことをしてるからタイマシ様は偉いんだ。うん、タイマシ様って偉いね。まるで正義の英雄ね。普通の人間にとっては実際そうなんだろうけど。
集まってる。あそこが組合？お、良さそうな武具屋がある。船大工の話は任せた。男って生き物はおもちゃを見ると我慢できんのじゃな。ここ、船の組合？ダイルベ、悪あがきをしやがって。まったくだ。あいつが死んでいれば、こんな面倒なことには。ねえ、ちょっと。船の修理を頼みたいんだけど。悪いが、今はできない。なんで？商船組合は業務を停止しているのです。清涼大魔士、テレサの名において。テレサ様。二号、口を聞いていいと許可しましたか？テレサ様、我々へのパスはいつまで続くのでしょう。全部ダイルがやったことで。ダイルが遠赤の密輸を行っていたことは明らか。放置した組合にも連帯責任を負ってもらいます。それが秩序維持のために清涼が敷いた規則です。違いますか？いえ。ダイルは我らが捕らえ聴取の上処罰します。事件が決着すれば営業再開の許可を出しましょう。そこな娘、そんな格好で寒くはないのですか？南方から着いたばかりで、ノースガンド寮がこんなに寒いとは。女子が体を冷やしてはいけませんよ。お気遣い感謝します。これが清涼のやり方か。窮屈くつくつの世界じゃな。事情は分かった。ダイルってやつを捕まえれば修理を頼めるのね。そうだが、今のやつはゴーマだ。逮捕に向かった兵士を何人も殺して逃げた。大魔士でなきゃ捕まえるのは。ダイルは郊外の小さな村の出身だと聞いた。故郷に手がかりがあるかもしれない。トカゲの顔をした凶暴なゴーマだ。殺す気で行った方がいい。おい、万が一ってこともある。打てる手は打っておこう。航海士も欲しいの。用意しておいて。さて、六郎の方はどうなったかな。武器屋に行ってみるか。掘り出し物を見つけたぞ。ひどく錆びていたが、研ぎ直してみたらなかなかの技物だった。まさか投げ売りの品にそんな上物が混ざっていたとは。勉強させてもらった。それはあんたに送らせてもらうよ。ありがたい。で、手伝ってくれるの？もちろんだ。そっちの守備はどうだった？なるほど、ダイルというトカゲのゴーマを探すんだな。とりあえず
ダイルの故郷を当たってみるつもり。頑張ってな。一緒に行かないのか。わしもなかなか忙しい身でな、裏切り者を探さんといかんのじゃ。それに食べられたらかなわんしな。こう見えてもグルメなのよ。ではなおさら危ないな。お、ヤクがいる。知ってるか、ベルベット。ヤクの尻尾は最高級の兜の飾りになるんだぜ。へえ、興味ないけど。俺の実家にもヤクの尾を贅沢に使った見事な兜があってな。よく噂されたんだ。嵐月に過ぎたるものが二つあり、ヤクの兜に太刀ゴーランってな。あんたの家って嫌われてるのね。あ、そうなのか。心当たりはなきにしもあらずだが、まあゴーマが気にすることじゃないな。聞いたか、商船組合のダイルって航海士がゴーマになったそうだ。仲間の船員を食い殺して逃げたんだとか。ゴーマ病が町の中で、どうしましょう。心配はない。すでにテレサ様が対処されている。そのダイルとかいうやつもすぐに退治されるだろうさ。ゴーマになってしまったらもう人間には戻れない。殺すしかないのよね。むしろ殺してやるのが救いなんだ。ゴーマは人の心をなくしちまった化け物なんだからな。そうよね。そんなのもう人間じゃないものね。人間じゃないか。一丁目の提案は分かった。我が三丁目と連携して二丁目を撃とうというのだな。いかにも遠行近行の刑だ。なんだか物騒な話をしてるな。敵の敵は味方か。確かに貴公ら一丁目と我ら三丁目が手を組めば二丁目の命運は極まる。面白い策だ。一丁目との同盟承諾しよう。おう、これで今年のヘラビーサ子供行き合戦の派遣は我らのものだ。いざ名役の杯を交わさん。ずいぶん本気の雪合戦だな。くくく、一丁目に遠行近行の刑を授けたのはこの私。これで二丁目なきやと一丁目と三丁目は総力を挙げて私有を決することになる。消耗して勝ち残った方を我ら四丁目が撃つ。これぞ漁夫の子供の世界も甘くはないな。まさに合戦ね。うわ、寒い寒い寒い。普通の寒さじゃないよこれは。そりゃヘラビーサは北国だけどね、私が子供の頃はここまで寒くはなかったよ。寒さも雪も氷も何ひどくはなかった。ああ、それは間違いないよ。こういうのなんて言うんだっけ。寒冷化。そう、それ清涼も世界が寒冷化してるって言ってるよ。おかげで防寒着も余計にいるし、薪代も雪かきも大変だよ。まったく、その寒冷化ってのは誰がやらかしてるんだい。少なくとも私のせいじゃないわね、それは。
立派な船ね。だろ？王都のあるミッドガンドレオまで遠石や硫黄を運ぶ船だ。知ってるか？遠石ってのは星稜が開発した新しい爆薬の原料だな。そのおかげで強力な大砲や爆弾が作れるようになったんだ。爆薬？物騒ね。物騒だが必要なものだ。ゴーマもだが人間の海賊や盗賊も増えてるからな。だがおかげで遠石の需要が増えてエラビーサは豊かになった。雪に閉ざされたこの町が栄えているのは遠石あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。この船オートに行くのよね。頼んだら乗せてくれる？そりゃ無理だ。商船組合が業務を止められていて船は動かせない。それに希少鉱物の輸出船には大魔師様が警備につく。部外者の乗船には清涼の許可がいる。ずいぶん厳しいのね。まあな。だがそれが清涼が決めた規則だ。人間が生きていられるのも清涼あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。
せいよざんよし、今のはなかなかいい立ち筋だった。明日はもっと早くだな。いい加減なゴーマかと思ったけど、案外そうでもないのね。Bye.